こんにちは、皆さん。今日はですね、台湾に僕が持ってきてよかったなと思ったものを紹介していきたいと思います。1つ目、フィルムカメラですね。台湾はすごいフィルムカメラで写真を撮るのに適している場所だなって思って、最近僕のインスタグラムはほとんどフィルムカメラばっかりの、写真を上げてます。で、なんでいいかっていうと、フィルムカメラって撮った時に日時とかあと時間とかを記録できるんですよ、この右下とかに。もちろん携帯のアプリとか使えばできるはできるんですけど、そのフィルムって、これ1ロール台湾で買うと36枚なのかな、ですね、36枚しか撮れないので、あったあった、ここだ。僕が最近買ってるのは、コダックっていうメーカーのカラープラス、200、 ISO 感度が200で、台湾だと36枚撮りのやつなんですよ。で、36枚しか撮れないんで、まあ1週間で撮るとしても1日5枚ぐらいしか撮れないので、それでこう、あの時あそこで撮ったなっていうのがすごいこう記憶と紐付けれるので、僕はこのフィルムカメラっていうのはおすすめです。今台湾だと中古屋さんとかに中古のフィルムカメラが売ってる場所とかがあって、もう本当に安いのだったら数百円、500円とかから、まあ高いのであったら30万円とかまで、今一番欲しいのがそのライカ M6 ってやつで30万ぐらいするんですけど、本当に幅広い価格帯でいろんなメーカーが出してるので、で、1990年代の僕はフィルムカメラを今集めるのがちょっと趣味になってて、なんでかっていうと、僕の父が使ってたこのオリンパスの MU ズーム140VF ってやつと、あとこのオリンパス、もう一個、父オリンパスばっか使ってたのかな、なんか、あ、もう父はもうすでに他界しているんですけど、まあ遺品として残ってたので使ってみてたら両方ちゃんと使えたんですよ。で、これが QZ70 パノラマズーム。そうで、もうこの半年でね、現像だけでこんだけいっぱい出してるっていう。いや、まあ現像代とかも1回150元するのでだいたい500円、ちょっと高いんですけど、でもやっぱり、まあ、その値段を払う価値はあるなって思うのと、この1ロールも今安いとこで買って僕135元、これも500円ぐらいなので、1回撮影するとだいたい1000円ぐらいするんですけど、まあそれでもね、やっぱり思い出は、なんて言うんだろうな、お金より僕は大切だと思ってるので、まあちょっと無理してでも iPhone で普通に撮って、アプリに加工してプリントアウトするより僕は価値があるものだなと僕は個人的に思うので、そういう感じで今やってます。まあ持ってきてよかったものとか、まあこっちに来てハマったっていうのが正解なのかな、正確なのかな、が一つ目です。はい、では次、台湾に持ってきてよかったもの二つ目はですね、まあここにバーンってあるんですけど、日本語の本ですね。まあでもこれはまあ持ってきてよかったっていうのもあるんですけど、まあなんだろうな、僕あんまり Kindle で本は読まないんですよ。やっぱりちょっと液晶ずっと読んでると結構目が疲れてくるので、やっぱり紙の本がすごい好きで、この日本語の本っていうのは台湾でも買えるは買えるんですけど、やっぱりちょっと割高ですし、日本に一時帰省した時にだいたい僕は20冊ぐらい、10冊から20冊は買ってきますね。本棚整理してたんですけど、こんな感じです。はい、日本語の本をね、やっぱりたまに読みたくなって、大学の図書館とかにもあるんですけど、やっぱり絶対自分が見たい本があるとは限らないので、僕は結局日本からいつも持ってきますね。日本に帰った時にだいたい紀ノ国屋とかマルゼンとか、最近だとどこ使うか、まあ、アマゾンもよく使いますね。もちろんアマゾンの本を買うやつで、なんか僕は本はやっぱり本屋さんで買いたいっていうのももちろんあって、日本に帰った時は地方に旅行とかに行ったら、大体その、この前は秋田に行った時に秋田の知り合いの方がやってる、書店で、本を買いました。やっぱりそうやっていろんなところで本を買うっていうところで、まあそこもやっぱり旅行と
紐付けてるのかなと思って旅行した時に買ったっていうので、書店ミケーネさんっていう秋田の宇後町っていうところにある書店で僕は買いました。やっぱりね、そうやっていろんなところで旅行してる時に記念としてというか、まあ本なのでもちろん読めるっていう機能性もあるんですけど、ここで買った本っていうので記憶が残るので、僕はすごいそれが好きで、もちろんアマゾンも別に悪くはないと思うんですけど、なんかやっぱそういう僕のフィルムカメラ好きと地方とかに旅行行った時の本を買う、旅行先で本を買うこととか、そこに紐づいてるんだなって思いました。で、まあ台湾にいてたまに日本が恋しくなった時とかにも、その本を読むといろいろなことを思い出すっていう点もあると思います。はい、じゃあ台湾に持ってきてよかったもの3つ目ですね。3つ目なんだろうな、いろいろあるけど、なんだろうな、ちょっと待ってくださいね、ぼーっと今考えてた。日本から持ってきたものっていう縛りだと、日本から、あれだ、ちょっと写しづらいけど、これですね、グレゴリーのバックパック35リットルです。で、これ結構大きい、よく旅とか、なんかバックパッカーとかの旅行の人がよく持ってきてる、持ってるやつなんですけど、これ僕が、18歳の時にヨドバシカメラ大阪、マルチメディア大阪、梅田か。で、ヨドバシカメラの確か7回とか5回か7回ぐらいにそのアウトドア用品店があって、その時に僕初めての一人で海外旅行行ったのがタイだったんですよ。で、タイに行く時にさすがにスーツケースで旅行するのは大変だし、その後もタイからラオスとかカンボジアとかベトナムとかいろいろ周遊したので、もう貧乏旅行ですね。で、その時にやっぱりバッグは一つ欲しいと思って、で、僕が使ってたのが確か京都で買った3、4000円のバッグだったんですけど、それじゃさすがに荷物入んないってことで、まあ、とりあえず見て、まあ、そこで見て、後でアマゾンとかで買おうとか思って見に行ったら、店員さんにもうすごいこのグレゴリーのバッグいいよっていうことをお勧めされて、確か、まあ大学生みたいなお兄ちゃんで、ちょっと年4つぐらい上の。で、その人がもうめっちゃ押してくるので、まあちょっと高かったんですけど、1万7000円ぐらいしたんですけど買って、で、これがもう2012だから、まあ7年8年使ってて、まあ少し壊れたりしてるんですけど、まだ機能的には使えてて、で、何がこれいいかっていうと、これで、いろいろ荷物を持つとき、めちゃくちゃ軽く感じるんですよ。他のバッグとかに入れて、いろいろ持ち比べたりしても、やっぱり、いいバッグって本当にいい、なんだろうな、疲れにくいし、あと、最近だと僕、自炊結構することが多くて、スーパーとかによく行くんですけど、その時も紙袋だけで行くと、それ結構重くて疲れるじゃないですか。でも、これだと、本当に、まあ、35リットルも入るんで、結構な、その一人1週間分の食料品とかを買って、背負って持って行っても、それで何も問題がないんですよね。すごい疲れない。あとは学校に行くときにノートパソコンと、教科書とノートと、まあ僕の場合カメラとかも持っていくんですけど、結構重くなるんですよ。でもやっぱり、前使ってた、シャオミの、やつはもうすぐ壊れちゃって、半年も使わないうちに壊れて、ダメになったり、やっぱりバッグはね、結構ちゃんとしたのグレゴリー僕めっちゃおすすめなんですけどを一つ買っておくと、海外生活は結構楽になるし、なんだろうな、やっぱ疲れにくさっていうのは結構大事で、まあ、特に台湾って暑いので外がもう結構暑くなってきて30度超えたりするので、もうそれだけでも疲れるのに、バッグがいいバッグじゃないとそれだけでまたそこも疲労がたまるので、僕は個人的には、海外に持ってきてよかったもの、まあ、トップ3、一番いいのはもしかしたらバックかもしれない。バック、フィルムカメラ、あとは何でしたっけ？もう一つは本。うん。で、まあ、そうですね。まあ、3つとも全部台湾では手に入るんですけど、まあ、日本から持ってきてよかったなと思って、今日はそういう動画にしました。台湾での生活、あと僕は半年ぐらいいる予定なので、そのことで何か気づいたことなどがあったら、これからも投稿していこうと思います。まだ台湾に個人旅行で来ることはできない、ご時世ですけれども、皆
皆さんもしこういう動画が見たいよとか、ぜひここ行ってみてほしいっていう動画がありましたら、皆さんコメント欄の方で教えてください。それでは、中山茂樹でした。ありがとうございます。バイバイ。